戻ってまいりましたが、なんか今日はね、駅で、小田急ロマンスカーに正面からダイブしたやつがいるそうで、救急車なんかが来て駅がえらいことになってました。それで今日はどこに行ってたかっていうと、もう何年ぶりかにね、自治体の人権啓発講演会というのに行ってきたんです。令和元年度人権啓発講演会、川崎市立労働会館という場所であったんですね。やってるのはね、まあ神奈川県の教育委員会ですね。あとなんか国際 NGO なんたらっていうところがやってたんですけどね、まあひどい内容でしたね。最近こういう講演会ってね、なんか録音撮影禁止なんですよ。なんで録音禁止かっていうと、多分ね、長谷川豊みたいなことがあるからですよね。ああいう講演者が痛い発言をしたりとかして、そういうのアップロードされると叩かれると。ただね、もうこれはね、もうそれ以前の問題でね、とにかくつまんないんですよ。まあ、ちょっとね、その音声一部お送りしますよ。まずね、最初映画の上映、映画っていうか、まあ、啓発ビデオですね。啓発ビデオの上映があって、それもなんか最初音声が出なくてね、で、なんかもう、もろに Windows の画面が出てきて、で、なんか途中からやっと画面拡大して、フル画面にするっていう、まあ、そういう結構、グダグダな感じだったんですけど、そのね、ビデオがね、古いんですよ。で、これを見て多分ね、まあ、なんか教訓になるも全然ないです。ただ、その、まあ知名相関なんてもう買ったらこういうとんでもないことになりますよっていう、まあそういう脅しみたいなもんで、いやそれ以上でもそれ以下でもないです。何の啓発もないビデオです。ちょっとね、音声撮ってきたんで、まあこういう感じで雰囲気だけ、楽しんでいただければ。というか楽しめないですよ、くだらなすぎて。一冊の赤い本の存在が明るみに出て、この事件は始まりました。人事極秘とだけ記されたこの本は、全国の被差別部落の所在地と主な職業を記載したもので、しかもこの本を密かに購入していた企業が判明したのです。あれから20年、部落地名相関事件とは一体何であったのでしょう。何が問われ、何がどう変わったのでしょう。あるいはあの事件はもう過去のこと、もうどうでもいいこととして記憶の彼方へ閉じ込めてしまっていいのでしょうか。部落地名相関事件は一体私たちに何を教えてくれたのでしょう。それでこの藤井正三さんっていうね、京都新聞の元記者の方の講演がその後、1時間半ぐらい行われたんですけど、まあこれがつまらない、つまらない、本当につまらなかったです。なんかもう話が途中でテーマどんどん脱線してね、あとなんか、まあ、さっきの地名相関のビデオでね、自分その現場にいたとか、あの人の顔を知ってるとかね、あの人はまだ生きてる、あの人は死んでるみたいな、そんな話ばっかりするわけですよ。いや本当ね、つまんない。まあこういうね、資料が、配られてたんですけど、部落地名相関はなんかとにかくね、なんていうか、山なし意味なし押しなしですよ。講演の内容が本当ね、意味わかんなかったです。じゃあ何言いたいのって言って、でいや部落地名相関って言うからね、自転車鳥取ループ、全国部落調査けしからんとか、そういう話も出てるかと思ったら全く出なかったですね。もうね、20年前のね、
あの啓発ビデオの内容に沿った話をグダ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 やるだけで、でなんか差別をなくそうとかそういう呼び立てもないですよ。ただなんかあの場面にいただのどうだのこうだのっていうことをね話すだけで何の啓発にもならないです。でそれなりに広い会場だったんで、多分ねもう100何人ってね、100何十人200人いたかもしれない。もう川崎市のねもう職員がもういかにもなんかいやいや動員されてきましたっていう感じの人がねまあいっぱい来てて、まあ、それなりに会場埋まってたんですよ。本当ひどいですよこれ。もう税金の無駄もいいところですね。いやだからねちょっとこの音声聞いてください、このつまんなさ。ここにはいさせつつというのはありませんでした。やったのかもわからないけど、というか多分ないと思うんですが、ただあの小学校の違って、さらに中学校の違うところにはいさせつつが存在してました。でそのいさせつつのことについて私は基本的に一度までだ、みんなが言ってるのはあっちの方には表現悪いですが、ララの悪いところがあるからというような、それが差別ブラックというような表現ではなくて、ララの悪いという。でそこで、まあ、育ってきた人たちとは高校で一緒になるというような小学校生でした。だから全く文文でしか書かないんですが、ただララの悪いという、そういうのは親が言った、兄弟が言った、あるいは周囲の人が言ったのか、学校の先生は言わないでしょうが、まあ、そういうふうに耳から入ってきた、なんかイメージの悪いという風邪たやも出ていました。で高校時代には直接なんですが、大学を出て、大学中にアルバイト、あの学校は神戸の学校に働いてきたんですが、三宮というところがあるんですが、その近所で喫茶店でアルバイトをします。まあ、アルバイトに至ってあのお顔持ちみたいなものですが、でそこの実はあのお前がアルバイトしたのはその喫茶店の向かい側にあるレストランでのアルバイトだったんですが、その喫茶店のレストランはちゃんとね手話通訳もつけて、あともうまあ喋ってる内容が文字で流されてたので、まあ、そういうことをする費用とかね、そういうのも考えたらね、で会場費もかかるし、いやそのお金で人権を守られる人っていうのは他にいっぱいいると思うんですよね。だからもうアンケート用紙僕ボロクソに書いて出しておきましたよ。こんなねひどい人権啓発、まあ人権啓発のね講演会なんか僕期待してないんだけど、ただ法務省とかねあの辺の天下り の、まあ、エセ童話対策セミナーとか結構面白いんですよ。なんか弁護士の人が出てきて、なんかそのいやその童話以外にもなんか環境個人情報保護とかね、男女共同さがもうあの辺がちょっとそういう反社会的な人たちのしのぎになってみたいなことをね結構ぶっちゃけるんですよ。でまあ朝日新聞の元記者が出てきてね、北九州土地転がし事件のことを話したりとかね、面白いやつもあるんですよたまに。だけど今回のはもうひどすぎる。こんなんだったらね、あの川口康史君でも呼んでですね、もう解放同盟バリバリのべったりのべったべたの話をするか、もう紫太郎でも連れてきて猿回しやってね、その後もう無関心が差別なんですとか言って泣き落としでもした方が、そっちの方がまだね面白いですよ見てて。今回はね本当につまんない。本当にね、あのこの神奈川県はね、職員の方々はもう反省した方がいいです。ひどすぎますこれは。ということで、神奈川県人権啓発センターがお送りしました。